僕のヒーローアカデミーワンズジャスティス未来をねじ曲げる。僕はそう信じた。誰しもが笑って過ごせる元気とユーモアのある社会を。諦めろ。俺の言った通りになるだけだ。全員死ぬ。そんなことはさせない。そう決まっていたとしても、脳天一撃マンチェスタースマッシュ。病人か。まずい。君は本当に言われたことを守らないよ。神野の悪夢と呼ばれる大事件、一夜にして多くのヒーローたちに大打撃を与えた翌日、僕はオールマイトに呼び出され、殴られた。そしてもう戦える体ではないこと、つまり事実上の引退を聞かされたんだ。テキサススマッシュ。君ってやつは本当に言われたことを守らない。全て無に帰るところだったんだぞ。まったく誰に似たのやら。ワン・フォー・オールの残り火は消え、マッスルフォームもろくに維持できない。だというのに君は毎度毎度何度言われても飛び出していってしまうし、何度言っても体を壊し続けるし、だから今回君が初めて怪我をせず窮地を脱したこと、すごく嬉しい。これから私は君の育成に専念していく。この調子で頑張ろうな。この言葉が、頬に残る弱々しい痛みが、僕にオールマイト時代の終幕をじんじんと告げていた。強くなれるかなではない、強くならなきゃいけない。オールマイトの腕の中で泣きじゃくる僕は、いつかの特訓の日々を思い返した。緑谷少年、チュートリアルの時間だ。まずは全ての操作方法を確認するんだ。この特訓が未来の君を強くするんだ。習うより慣れろってね。私も昔はお師匠にボコボコにって、ま、この話は別の機会に。さあ、超えていこうぜ。僕らは本気だ。
確認できたみたいだな。ここから実戦に移るぞ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ラッシュが開かない。足技だ。キック、これで出せる。ねえ、私が決まって蹴りだ。するわけには。いいぞ、コツ掴んできてる。アメージング。ニュートイ。無数にも無限にもある未来の中、僕はオールマイトと出会い、ワン・フォー・オールの後継として選ばれた。今までずっとがむしゃらに走ってきた。目の前、次は君だ。オールマイト。モードは原作のストーリーを追体験できるモードだ。条件をた…いやー、メインメニューは遊びたいモードを選…追体験することができる。オンラインで対…誰が来ようと一人残らず殲滅する。いやー、アーケードモードは次々と現れる CPU を相手に勝ち進み、バトル終了後はキャラクターを選べ。お力に。誰と戦うかはルート次第だ。頑張ろうね。緑谷いづく。
何が何でも助ける。ラウンド1レディークラッシュ。ダンスはどうだね。避けられないよ。よっ、まだくん、見てて。もう分かった。強く打つ。遊びよ。戦うしかないのなら、ちゃんと見てて。さっきやろうぞ。まだまだ。えい、もう分かったな。こうかな。ちゃんと見てて。すごいんだよ。
2 Ready うららかお茶子すごいんだよ。見て倒れて。
ミネタミノル。今朝は改便超くっつくぜ。ラウンドワンレディークラッシュ。ギュラスの私だね。もげずついちゃった。いやクソだ。当てるよ。ちゃんと来てた。ずーっと抜きの飛びながらこのよっ足止めな。
騒がしい。一緒に見これ強く気ばどいつもこ実技デモンストレーションであなたよい騒決まっていこう。僕のヒーローアカデミアワンズジャスティス2